えー、ミニッツラジオの時間がやってまいりました。えー、ミニッツチャンネルの宗藤絵でございます、えー。今回のテーマはですね、えー、5ミニッツジムカーナについての第2弾のお話ししていきたいと思います。ラジオのね、第5回で、えー、そもそもですね、去年、えー、1年間やってきました5ミニッツジムカーナ、 視聴者グランプリですね。こちらのですね、えー、まあ内容、概要、どういうことやってきたかっていうのを第5回のね、ラジオでお話ししましたけれども、今回ね、2021年の、えー、概要というか、意気込みというかですね、その辺を少しね、お話ししていきたいと思います。実は今日ですね、この今、収録しているのが、 えー、2月の21日になります。21, な21日なりたてのぐらいの時間帯なんですけど、うん、と日中にですね、えー、5minute チームカーナーの2021年のですね、えー、概要っていうのをですね、準備していました。で、えー、2月中、 2月中といってももう月末なんですけど、来週末ぐらいには、えー、プレミア公開でえ概要をね、皆さんに <laughs> お伝えして、しっかりとね、共有できたらなと思っています。はい。せっかくね、そういった形でプレミア公開やろうと思っているので、えー、現時点でね、 あのー、内容をね細かくお話しするのは、まあ、せっかくなんでね差し控えようかなと思うんですけれども、えー、結構ね悩みましたあのー、チャンネルの中のコミュニティでアンケートとかもね取らせていただいたりとかもしてん今回どうしようかなっていう風に考えたんですけれどもん結果的にはそのプレミア公開でね お伝えする内容になってますがなんというかそれと真逆のね考え方とかもいろいろ考えたんですけどまあものは試しなのでまあ今年2021年はこういうふうにやってきますっていう形でやっていこうかなと思いますはいまあなんというかねまあいろいろ試してやってみるっていうなんていうのかな練習 練習って何の練習っていうのはありますけどまあ別に正解はないし自分で企画して、まあ、今年なんか特にもう○○ん、あ、き、のー、ーさんからは独立して僕一人でやってきますのでえ完全に例えばコースレイアウトからその商品とか賞ノベルティとかね <laughs> どういうふうにやっていくのっていうのからもう一人で考えてきますので。 あのー、まあ何て言うでしょう振れ幅自分で考える振れ幅っていくらでもね設けられるのでまあやりようはいくらでもある中でどうしようかなっていうのをずっと考えてたんですけどまあ一つと結論を出して今日日中にね、えー、まだ収録はしてないんですけど えー、話の元となるあの皆さんに映像としてお見せする、えー、資料それから、えー、レイアウトそれから、えー、デモ走行動画とかねその辺を今日日中ずっとかけて、えー、一応ね完成しましたので是非ねあの楽しみにしていただければなと。 いいう,うに思います f 意外意外とっていうのもあれですけど結構ね楽しみにしてくれてる方が多いのが本当嬉しいんですよね。であの出ることで楽しんでくれる方や別に出はしないんだけれどもそのみんなのね走りをみんなでワイワイ見ながら楽しむっていうところにね 楽しみを覚えてもらったりっていう方もねいたりとかしてあのまあこれはやっぱ今年ねほんとそもそもやるかどうかもね悩んでたんですけどまあやっぱやっとくべきかなと思いまして今にね至っていますなのでまず今日ねお伝えしたいのは2021年やりますよっていうのが、えー、まずは 皆さんにね、ご承知を聞いただければなと思います。で、本当はね、概要とか全部決めているので、話しようともできるんですけど、結局ね、あの、プレミア公開でみんなと共有する場合のネタバレになっちゃうので、あの、細かい内容はね、差し控えようと思うんですけど、まずはやりますよっていうことを皆さん、周知いただければありがたいなというふうに思います。そして、えー、多分、 去年よりもその出ようかなって思ってる人はよりやりやすくなってんじゃないかなというふうに僕的には思います。その時間的な制約とかそ,のそういった部分っていうのは少し去年よりはねやりやすくなってるんじゃないかなと思いますし逆に出なくても見ようかなっていう人に対してもまあ予定が立てやすいというか。 うん、あのなるほどと分かりやすいんでっていう感じあと見るだけでも全然意義はあるものに去年よりもさらに見る方に対しても、まあ、価値価値のあるというかねあの参加している風に感じられるようなものになるんじゃないかなというふうに思ってますはいですので是非ね、えー、2021年の FMG ご期待いただきたいと思います。はい。概要はね、えー、多分月末なので、えー、今がね、今日がね、21日ですので、えー、今週末でもう終わっちゃうんですもね、2月は早いので。なのでね、今週末には上げれるようにね、準備していきたいと思いますので、ぜひご期待いただきたいと思います。はい。 ラジオコンテンツに関して、まあ最後にですけど、あの、いろいろとね、コメントとかでご意見いただきまして、あの、再生数自体はね、別に、その、他の映像コンテンツよりはもちろん伸びはしないのは、重々承知はしているんですけれども、作業をしている中とか、通勤中とか、なんか移動しているとことか、予想ことやってる時に、重宝してますよっていうコメントをいただいて、本当にね、ありがたいなというふうに思っております。あの、実際にね、 あの動画の編集とかそういったものは、えー、僕自身まあ言い方あれですけどやらなくていいのであの喋ったものを、えー、すぐにね上げられるというメリットがありますのであの初回にね50本はまず作るぞって言ってたので、まあ、そこは少なくとも、えー、やりきった上で、まあ、そのこのコンテンツとしてどうしていくかっていうのを考えたいと思いますのでまずはねやりきるっていうことを目標にね 引き続きやっていきたいと思いますので、ぜひね、今後もご視聴いただければと思います。あとはですね、あのー、一度聞いても、まあ、なんか忘れたりとかするじゃないですか。なので、一応ね、チャンネルの中に再生リスト、ラジオコンテンツの再生リストっていうのがあります。で、順番的には、えー、最初の1番からずっとね、連番で、 連続してね再生できるような形になっておりますので、えー、例えば、えー、見るのはちょっとね例えば10本とか20本とか溜まってから一気に一気に聞くとね1個10分前後になりますんで例えば6本で1時間なのでなんかまとまった時間でもう連続聞きしちゃおっかなっていう時には例えばねあえて聞かずに 再生リストで溜まってきた段階で聞くっていうのも一つのね手かなと思いますのであのそれぞれのね楽しみ方で付き合っていただければなというふうに思いますはいということで今回はね、えー、2021年の FMG まずはやりますよということで、えー、告知でございましたで詳細のね、えー、具体的な内容については、えー、月末ないし3月頭ちょっとねいつあげれるかまだあの収録はできてないのであの 内容として概要はあ企画は完了しましたのであとはね皆さんにお伝えできる準備をして、えー、お届けしたいと思いますはいということでね、えー、最後までご視聴ありがとうございました、えー、またね次回お会いいたしましょうありがとうございました